韓国の潜水艦をすでに超えたとの噂の台湾国産建造潜水艦、海鯤ですが、なんと、テストを順調に推移すれば、2025年の11月に、台湾海軍へ、引き渡しとの情報をキャッチしました。台湾海峡もこれで制圧、中国原潜5分で壊滅かな。今回は、そんな台湾海軍初の国産建造潜水艦、海鯤の最新情報を詳しく見ていきますね。日本の親潮型と、ほとんど同じ、大きさで、X カジに、最新鋭の設備、これは化け物ですよね。日本人も関与しているとかしていないとか、動かせるかな。台湾南部の主要都市である高雄市において、その港に専用の施設を設けて建造が進められているのが、台湾の国産による潜水艦の一番艦にして、2020年11月に起工、2023年9月に進水を果たした海鯤である。海鯤は、この昨年2023年の進水式に際してその名を付与された潜水艦だが、現在では、建造場所の高雄市の港において、今後、台湾海軍に引き渡しを行うための事前の研修テストが行われている段階にある。こうした状況下で、台湾国防部の故国防部長、日本でいうところの防衛大臣、また、他国では、国防大臣や国防長官に相当は、この2024年9月18日に、海鯤が、来年2025年3月末から、4月頭の日程で、海上における研修テストに臨む予定とコメントした。これらの海上での研修テストの結果が順調に推移すれば、同年末の11月には、台湾海軍への引き渡しが実現するスケジュールになると召され、2020年11月の起工からおよそ5年を経て実戦配備される可能性がある。この台湾初の国産潜水艦である海鯤は、様々な推定値が報じられているが、基準排水量が約2500トン、全長が約 80.0 メートル前後、全幅が約 8.0 メートルほどの艦隊の規模を持つものと考えられている。ちなみに、日本の海上自衛隊で現在就役中の潜水艦は、大きく3種類、古い順から、親潮型、草竜型、そして最新鋭の太平型があるが、台湾の海鯤は、その中でも、最も旧式の親潮型に、ほど近い規模感に見える。日本の海上自衛隊の親潮型は、基準排水量が約2750トン、全長が 82.0 メートル、全幅が約 8.9 メートルほどの艦隊を持ち、以後の、草竜型、太平型ハケレより少しずつ大型化してきている。そして、今の日本の海上自衛隊の最新鋭の太平型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルまで達しており、台湾の海鯤に比すれば、一回り大きいことが、使用上の数値からは伺える。太平型の中で進水式を経て命名を受けた艦の中では最も新しいのは同4番艦の雷鯤であり、2023年11月に進水を終えているが、その建造費はおよそ702億円と公表されている状態である。これに比べると、台湾初の国産潜水艦である海鯤は試作型で、かつ最初の艦艇であるという経緯もあり、建造費は現段階で日本円にしておよそ2200億円に達するとめされており、潜水艦の建造に必要な設備投資の大きさが感じられる。台湾では、この海鯤を皮切りに、2025年から2038年までの14年間で、同型艦を7隻建造する方針であるため、以後は2年に1隻ほどのスケジュールで造成を予定しているが、その総建造費は、日本円にしておよそ1兆2700億円と伝えられている。単純に、この1兆2700億円を7隻で割って、1隻あたりの建造費を考えるとしても、その額は、およそ1814億円ほどと大きく低下するとまではいかず、いかに、自国産の兵器を継続的に生産できるのか、その体制を確立することの難しさが忍ばれる形だと言えよう。日本の海上自衛隊で現在就役中の親潮型、草竜型、太平型と同様に、台湾初の国産潜水艦である海鯤も、その後の同艦をベースとした量産型の7隻も、機関部には、D
ディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦である。日本の海上自衛隊の場合、機関部は、親潮型は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という構成であったが、そう、竜型の10番艦までは、これに、さらにスターリング機関を追加し、非対機依存推進を実現させたものだった。そして、そう、竜型の最終の2隻、11番艦以降に、ディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、鉛製よりも大幅に性能向上が可能となったリチウムイオン蓄電池の採用で、スターリング機関は廃止された。スターリング機関は、通常動力型潜水艦の泣き所とも言える点をカバーすべく、敵側のソーナー等による捕捉を逃れ、潜航時の水中での航行には、蓄電池を使用した推進に限られ、連続航行時間やその行動半径に、どうしても課題を抱えていた点を補う意図があった。これが、鉛製から、リチウムイオン製の蓄電池の採用が可能となったことで、水中の貴重な補助動力として採用されていたスターリング機関を不要とするパフォーマンスを得たことで、今の太平型ににもつながる機関構成に改められた。そもそも、スターリング機関は、それを、水中での補助動力とすることで、潜水艦の連続航行時間や行動半径を拡張することを機として搭載されていたわけだが、機関自体が非常に大きく重く、それに反比例して、水中での速力は、最大でも5ノット程度しか期待できない非力さではあった。これを、蓄電池を鉛製ものから、リチウムイオン製のものを実用化できたことで、不要とすることが可能となり、海上自衛隊では、前述した通り、そう、竜型の最終の2隻以後、最新鋭の太平型でも、この形式を踏襲している。台湾が、初めて国産化を行った潜水艦である海鯤も、それらと同様の機関構成を採用しており、今後は、韓国でも、同様の機関構成が主流になると目されており、通常動力型潜水艦のトレンドは、非対機依存推進一辺倒ではなくなりつつあるように見える。また、艦尾の舵においても、日本の海上自衛隊では、そう、竜型から、従来の十字型から X 字型に改めており、これにより、4つのすべての舵が、艦の方向を変える働きと、姿勢の制御を担う働きが可能となった。この X 字型の舵は、艦の水中での機動性を大きく向上させることに貢献するとともに、仮に、何らかのトラブルによって1枚が稼働できない事態に遭遇しても、他の3枚でカバーすることで、艦自体の稼働状態を維持することが可能となったと言われている。台湾の海鯤は、この X 字型の舵を当初より採用しており、その意味では、未だ、その採用に至っていない韓国海軍の潜水艦よりも、艦の上長化で先んじているとも言え、通常動力型の潜水艦としては先進的とも感じられる。潜水艦という兵器の特性を考えた場合、いかに深く潜航できるのかという潜航深度が、その性能を示す尺度の一つとして用いられることも多く、非公表ながら、海上自衛隊の太平型などは、500メートル以上の潜航が可能ではないかとも言われている。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、今や、最大の仮想敵国となって久しい中国と対峙するのは、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋方面と、かなり広い海域にわたり、中には、水深の深い海域も含まれており、潜航深度も軽視は、できないと思われる。翻って、台湾は、日本以上に中国と対峙する状況にあるとはいえ、大陸の中国と島である台湾を隔てている台湾海峡は、その幅は、最短箇所で、およそ 130km ほどで、かつ、半分以上の海域が、水深は、50メートル以下と極めて浅い。そのため、台湾海軍に求められる潜水艦の潜航深度は、敵のものよりも深く潜るということに重点を置く必要性は薄く、潜水艦の潜航深度の優位性で中国に勝ることは、戦術まとも戦略的にも、大きな意味は持たないだろう。台湾は、中国が、軍事的に侵攻を決断した場合、ミサイルや航空機からの対地攻撃の後、
完全に占領するには地上部隊を上陸させる必要が生じるため、その上陸部隊を乗せた艦艇を潜水艦で撃沈することを起としていると思われる。一説には、中国大陸と台湾と間の台湾海峡は、前述した通り、わずかな距離しかないとはいえ、上陸部隊を乗せた艦艇が、比較的容易に動かせるのは、1年の中でも、4月かもしくは、10月の2度の期間しかないとの見方も多い。これは、台湾にとっては、非常に、大きな地理的、気候的な自然のアドバンテージであり、今のロシア・ウクライナ戦争に見るように地続きではない環境は、容易に敵の戦力の上陸を許さない方向に左右していると映る。このサイズは、日本海上自衛隊の旧式親潮型潜水艦に近いものですが、最新技術を取り入れた近代的な設計が施されています。2024年9月には、防衛部長が、海鯤が、2025年春に海上テストに臨む予定であり、同年末には台湾海軍への引き渡しが予定されていると発表しました。このプロジェクトは総建造費が約2200億円に上り、今後2025年から2038年にかけて同型艦をさらに7隻建造する計画があります。台湾の国産潜水艦開発は地域の安全保障環境に新たな次元を加え、自国の防衛能力を強化する重要なステップとなる見込みです。2024年9月18日、防衛省自衛隊の公式ホームページ上で、イージスシステム搭載艦の建造契約締結についてと題された告知が掲載されました。この重要な発表により、日本の防衛技術の最前線に立つ2大造船企業、三菱重工業とジャパンマリンユナイテッドが、それぞれの艦船建造を担当することが明らかになりました。今回は、そんなイージスシステム搭載艦建造で日本の防衛産業が拡大かを詳しく見ていきますね。トマホーク搭載艦なので中国も警戒しているでしょうし、ロシアも牽制できますね。防衛省自衛隊の公式ホームページ上では、2024年9月18日付の報道、白書、広報イベントの中のお知らせの項目内において、イージスシステム搭載艦の建造契約締結についてと題する告知をが行われた。そこに記載された内容は、イージスシステム搭載艦の建造に関して、以下の契約が成立したことを報告するという記述であり、懸案となっていたイージスシステム搭載艦の建造を、各造船企業と契約を結んだことの報告である。これによれば、まず、イージスシステム搭載艦の一番艦は、日本の防衛関連企業の言うとも言って、過言ではない三菱重工業者と契約が締結され、その期日は、2024年8月23日という日にちが記載されている。続くイージスシステム搭載艦の2番艦は、ジャパンマリンユナイテッド社との間で契約が締結され、こちらの期日は2024年9月18日になっており、従来までの報道の通り、この両社へ1隻ずつの建造契約が正式に交わされたものとなった。昨今の海上自衛隊の艦艇に対する建造実績という観点から見れば、三菱重工業者は今後の海上自衛隊の護衛艦の中で、数的には主力を担う、もが、身型護衛艦やその拡張版である、新型 FFM の建造の中心企業となっている。日本の防衛産業界において、
小樽三菱重工業者は、こうした最上護衛艦のような艦艇以外にも、潜水艦や戦車や各種のミサイルなど幅広い分野をカバーする総合防衛企業であり、かつ、民生品の分野でも、日本の三大重工業者の一角を占めている。そのため、三菱重工業者のグループ全体の売上高は、2024年3期においては、連結で4兆6、571億4700万円にも上り、海上自衛隊向けの艦艇は、主として、三菱重工業者の中崎造船所や神戸造船所が受け負っている。かたや、ジャパンマリンユナイテッド社は、2024年現在で、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型2隻や、航空母艦化改修の渦中に、ある出雲型護衛艦2隻を、いずれも、同社の横浜事業所の磯子工場で建造した実績を持つ。してみると、昨今は、三菱重工業者が最上型護衛艦など、比較的に排水量を含め、比較的規模の小さな艦艇の建造を担っている印象が強いが、マヤ型の前級である愛宕型のイージス護衛艦などは、同社が建造を手掛けてきた経緯もある。いずれにせよ、一定規模以上の海上自衛隊の主力艦艇の建造は、今回のイージスシステム搭載艦と同様に、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が暗分する形が一般化しているように感じられる。ちなみに、ジャパンマリンユナイテッド社の2024年3月期の売上高はおよそ2690億円ほどであり、企業としての規模では、三菱重工業者とは比較にならないほど小さいが、同社は、かつてのユニバーサル造船社と IHI マリンユナイテッド社が合併して誕生したものだ。民間需要も含めて厳しい経営状況が続く日本の造船企業にあって、ことに特殊な護衛艦等の海上自衛隊の艦艇の建造の請負先は集約化されてきており、今後も、しばらくは、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が中心となることが予想される。さて、今回のイージスシステム搭載艦についてであるが、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の正式な関与は、昨年2023年の春先より開始されており、全社が、その艦隊、機関部、兵装取り付け等の基礎的な設計資料の取りまとめ、並びに、一番艦についての詳細な設計をおよそ17億円で受け負っている。そして、ジャパンマリンユナイテッド社もこれに続き、艦隊の静粛性及びステルス性等の評価に関し、基礎的な設計資料の取りまとめと、2番艦についての詳細な設計をおよそ8億円で受け負ったことから始まっている。これらを踏まえ、防衛省では2023年度末に確定させた翌2024年度の防衛予算内に2隻のイージスシステム搭載艦を建造する内容を盛り込み、総額でおよそ3731億円をその費用として計上する手続きを踏んだが、この金額は建造費とイコールではない。2023年10月時点で財務省が取りまとめた防衛予算についての資料によれば、イージスシステム搭載艦2隻の取得に関わる建造。コストの合計は、2隻で、およそ7900億円、1隻あたり、およそ3950億円とされ、ここには、搭載するスパイセブンレーダーの取得費用は込みとなっている。そして、イージスシステム搭載艦の建造後の運用及び維持に必要なコストは、その段階では、具体的な金額は未定とされたものの、イージス艦たる最新スルドのマヤ型護衛艦2隻のそれは、合計でおよそ5082億円が必要とされ、これを下回ることはないと考えられている。ちなみに、マヤ型護衛艦の開発及び建造に要したコストの累計額は、2隻でおよそ3243億円とされており、これに比すれば、イージスシステム搭載艦の同コストは、およそ7900億円の想定通りの場合、その 2.4 倍ほどに相当することとなる。財務省の、この当時の見解によれば、イージスシステム搭載艦の運用及び維持コストがさらに増加する可能性の原因としては、もともと、陸上での運用が想定されていたイージスアショア用の SPY-7 レーダーを水上戦闘艦に転用するという前例のない試みにあると見ている。マヤ型イージス護衛艦は
そのベースとなったアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦と同様に、フェーズドアレイ方式のスパイ1多機能型レーダーを搭載しており、その採用数の多さと、実績から、およその運用及び維持コストの予想は算定しやすいということなのだろう。さて、肝心のイージスシステム搭載艦の使用だが、現時点では、基準排水量が 12,000トン、全長が 190.0 メートル、全幅が 25.0 メートルと召され、マヤ型護衛艦は、基準排水量が 8,200 トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルである。したがって、イージスシステム搭載艦の規模派マヤ型護衛艦と比較した場合、基準排水量でおよそ 1.46 倍、全長でおよそ 1.11 倍、全幅で 1.19 倍となっており、世界基準では、満載排水量で1万トンを超え巡洋艦扱いされることも多い後者をも大きく上回る巨艦である。これだけの艦隊の規模を有するイージスシステム搭載艦だけに、主兵装たるマーク 41VLS 垂直発射艦の総数は128セルに及び、これ浜屋型の96セルから、実に34セル分も増強された数となっている。そのマーク 41VLS 垂直発射艦128セルにイージスシステム搭載艦が搭載するとも見込まれているのは、敵の弾道弾頭の迎撃を担う SM3 ブロック 2A と、さらに HGV、極、超音速滑空体にも、対処可能な SM6 がミサイル防衛用として挙げられている。これらの防空ミサイルに加え、アメリカから調達する追艦、対地攻撃の両方に使用可能なトマホーク巡航ミサイルも、マーク 41VLS 垂直発射艦からの運用が想定され、かつ、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型も、専用の発射機とともに実装されるものと召されている。もともと、陸上配備型のイージス・アショアの用途として想定されていたのは、敵の弾道弾頭の迎撃を担う SM3 ブロック 2A と HGV、極、超音速滑空体にも対処可能な SM6 だったため、それ以外の対艦、対地攻撃用のミサイルの運用は、イージスシステム搭載艦をその代替とすることが決まってから後の構想であろう。こうしたミサイル防衛を担う目的でやむなく中止に至ったイージス・アショアの代替措置として、艦艇型のイージスシステム搭載艦の建造が決まったことで、せっかく大型艦を建造するのならば、他の兵装も実装したミサイルキャリアとしての運用へと傭兵思想が変化した感は否めない。三菱重工業ハモが、身型護衛艦や新型 FFM の建造を中心に、中崎造船所や神戸造船所での実績があります。一方、ジャパンマリンユナイテッド浜屋型イージス護衛艦などの建造で知られ、横浜の磯子工場での活動が特徴です。今回のイージスシステム搭載艦は、基準排水量 12,000 トン、全長190メートル、全幅25メートルという規模で、主兵装に128セルのマーク 41VLS を搭載予定です。これにより、SM3 ブロック 2A や SM6 などのミサイル防衛システムを強化し、対艦、対地攻撃にも、トマホークや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を配備する計画です。このプロジェクトは、国内外の安全保障環境において、重要な役割を果たす見込みです。2024年、カナダが世界を驚かせる軍事プロジェクトを発表しました。カナダ国防省は、
最大12隻にも及ぶ通常動力型攻撃型潜水艦の調達計画を進めると明らかにし、この秋には具体的な情報提供依頼書 RFI が発行されたとの情報をキャッチしました。今回は、そんなカナダ潜水艦調達に海上自衛隊隊形型が選定、海外建造に決着を詳しく見ていきますね。それにしても、やっぱり VLS 搭載潜水艦が欲しいのかと思った。本格的に、1人式 533ミリ魚雷発射艦からの巡航ミサイルも同時に輸出開始かな。世界の海軍における通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は、潜在的なもの、すでに顕在化しているものを含め、かなり活発な状態にあると見えるが、規模的にも、後者の中で、最大クラスの案件と言うべきカナダが動きを見せた。カナダは、今年2024年7月の時点で、同国のブレア国防大臣が、最大で12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を進めることを明かし、同年の秋までには RFI 情報提供依頼書を発行する予定であるとコメントしていた。このブレア国防大臣のコメント通り、2024年9月17日にカナダは RFI 情報提供依頼書の発行を実施し、カナダ海軍が考えている12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達について、大枠の要求が判明した形である。その RFI 情報提供依頼書によれば、カナダ海軍の12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達は、大きく1実施に要する期間、2対象の潜水艦の入手手法、3対象の潜水艦に求められる能力の一部が記されていた。個別に、その中身を、もう少し詳しく見ていくと、まず一実施に要する期間に関しては、現行でカナダ海軍が運用中のビクトリア級潜水艦4隻が、2030年代半ばでの退役の方向であるため、新型の潜水艦は、2028年までに契約を行うとされている。そして、その契約締結から7年後の2035年を目途に、新型潜水艦の1隻目を受領する予定であるとされており、最終の12隻目の受領年度は、まだ現段階では未定だが、太平洋方面と大西洋方面に半数ずつ6隻を分散配備することを目指すものである。続いて、2対象の潜水艦の入手手法に関してであるが、当初は、このカナダの12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達の件が報じられ始めた時点では、他国の案件と同様に、自国内での建造を志向するのではないかとの見方も根強かった。しかし、いざ蓋を開けてみれば、今回カナダ側が発行した RFI 情報提供依頼書では、新型潜水艦の調達は、自国外で建造を行い、完成したものを輸入する方式で進める方向であることが記述されていたという形となった。そして、最後の3対象の潜水艦に求められる能力に関してだが、まずは、精密打撃が行える攻撃能力を有することが打ち出されており、兵装の種類も、対潜、対艦攻撃用の長魚雷、対艦攻撃用のミサイル、対地攻撃用の長距離打撃兵器の搭載が求められている模様だ。こうした現行のビクトリア級潜水艦4隻を代替する目的をもって、カナダ国防省内には、昨年2023年に CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトカナダ哨戒潜水艦プロジェクトが置かれ、その検討を進めてきた。今回のカナダ側が発行した RFI 情報提供依頼書の内容は、この CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトカナダ哨戒潜水艦プロジェクトによって取りまとめられたものだと推察される。現状ではビクトリア級潜水艦4隻を保有、運用するのみであるカナダ海軍が、その代替を担う新型潜水艦について、単純な数では、実に3倍にも相当する12隻の大量取得を期としている背景には、同国が接する北極海方面への警戒の重要性が増していることが挙げられる。カナダ国防省は、これまでに報道用に公開した情報の中で、いわゆる地球温暖化の進展によって、北極海の氷の量が溶解して減少し、それにより、これまでは、氷に閉ざされた海であった同海域の戦略的な重要性が高まるとの見解を示していた。これは、
もっと具体的に言えば、北極海の氷の量が地球温暖化によって減少することで、船舶の航行が容易になるため、ヨーロッパ方面と東アジア方面をつなぐ最大の交易路と化す可能性が高く、それを見越したロシアが、同海への潜水艦の出入りを増加させていると見ている。さらに、北極海のこうした状況に対しては、ロシアと同じく、中国も拡張を続ける潜水艦戦力を振り向けてくる可能性が高く、現行のカナダ海軍が保有、運用するビクトリア級潜水艦4隻では、到底対処することができないとの判断があると思われる。こうしたロシアや中国の動き自体は、何も、ここ数年で判明したことではなく、すでに、2000年以後から徐々に強まりこそすれ弱まることはないと、西側諸国の大半の国々が思い始めていた懸念だと感じられるが、やはり今も続くあの戦争の影響が特に顕著なのだろう。それは、2022年2月に兴起したロシアによるウクライナへの軍事侵攻、いわゆるロシア・ウクライナ戦争であり、1991年の旧ソ連の実演崩壊以後、純粋な軍事力は、当時に比して確実に減少していたと、おぼしきロシアが、未だ、国同士の正規戦を仕掛けてくることが明白となったゆえだ。カナダは言わずと知れた NATO 加盟国の一員であり、地続きの国としては、大半がアメリカであるため、大規模な陸上戦争の発生を恐れる必要性は薄いが、北極海方面をめぐる海域の今後の動向については、かなりの危機感を抱いたと考えられる。ちなみに、周囲を海で囲まれた地理的な環境にある日本では、旧帝国海軍以来、外敵の侵攻は海上から行われることを念頭に置いており、その伝統を継承しつつ、専守防衛を掲げる中でも、海上自衛隊における主戦力には潜水艦を据えている。海上自衛隊の潜水艦隊は、2024年9月時点で22隻体制を堅持しており、古い順に、親潮型が8隻、双竜型が12隻、大鯨型が2隻で、その体制が構築されており、これ以外に、練習潜水艦として、親潮型を2隻、試験潜水艦として、大鯨型1隻を運用中である。これらの中で実戦配備中の潜水艦の中で最古参なのは、親潮型の3番艦、渦潮で、2000年に就役を果たしているため、今年2024年で25年目を迎えたが、カナダ海軍の現行のビクトリア級潜水艦は、それらとは比較にならない老朽艦と言える。カナダ海軍の現行のビクトリア級潜水艦は、元は、イギリス海軍が、最後の通常動力型の攻撃型潜水艦、アップホルダー級として、1990年代前半に就役させたもので、イギリス海軍が、すべての潜水艦を原子力推進に一本化したため、カナダ海軍に譲られた経緯を持つ。こうして、イギリスから、4隻すべてのアップホルダー級潜水艦を入手したカナダ海軍では、これをビクトリア級と改称、2000年12月から2004年10月までのおよそ4年間で再就役させたわけだが、ここからでも、すでに、今年で25年目、通算では35年目を数える。ビクトリア級は、基準排水量で1870トン、水上排水量で2185トン、水中排水量で2400トン、全長で 70.26 メートル、全幅で 7.6 メートルの艦隊を持ち、ディーゼル機関2機とモーター2機を搭載、水中の最大速度は20ノットで、乗組員数は48名で、最大8週間の連続航行が可能となっている。また、潜航深度はおよそ200メートルほどと控えめであり、兵装は、艦首部に6門を備える533ミリ魚雷発射艦から、アメリカ製の MK48 超魚雷とハープーン追艦ミサイルを運用可能であり、これは、海上自衛隊の潜水艦とも共通する仕様と言えるだろう。さて、今回の RFI 情報提供依頼書によって、このビクトリア級の代替艦となる候補は、フランスとスペインが共同開発しているスコルペヌ級、ドイツの 212CD 型、スペインの S80 型、スウェーデンとオランダの C71 型、韓国の鳥山康政級、日本の大鯨型と目されている。これらの中では、
既存のものでは、規模的には、韓国の鳥山康政広級、日本の大芸型が大型艦ではあるが、対地攻撃用の長距離打撃兵器の搭載という要件を現状でクリアしているのは前者のみで、収益中のバッチ1でも、6セルの VLS、垂直発射艦をすでに実装している。日本のマスメディアの一部では、大芸型が、カナダ海軍の新型潜水艦の有力な候補だと紹介しているものも散見されるが、ご存知のように、日本は、これまでに、潜水艦の輸出実績はなく、対地攻撃用の長距離打撃兵器という要件のクリアも課題になる気がする。2024年9月に発行され、具体的な調達要件が明らかになりました。これによると、新型潜水艦は2028年までに契約され、2035年までに最初の艦を受領する予定で、全艦は太平洋と大西洋の両方に配備される計画です。カナダ政府は、外国での建造と輸入を通じて新型潜水艦を調達し、これには精密打撃能力を持つ攻撃兵器が含まれます。このプロジェクトは、北極海の軍事的、経済的通路としての価値が高まる中、ロシアや中国といった国々の動向に対抗するためのものとされています。カナダの新たな潜水艦戦略は、北極地域での影響力を強化し、国防体制の近代化を図る狙いがあります。